桐生さん、大阪のお客さんってアグレッシブな人が多いんですかね。ん？どうかしたのか。前の店の時よりも積極的な方が多くって、この前も何もない日にプレゼントくれたりとか。ほう。だがそのくらい他の店でもありそうだが。それがそのプレゼント、なんと車だったんです。おお、車だと。はい、さすがに慌てちゃいましたね。車をプレゼントなんてなかなかできるもんじゃない。それだけ優愛は愛されてるってことさ。そうですね。あ、もちろん車はお返ししましたけどね。でも嬉しいけど悪いなって気もしちゃって、こんなことまでしなくても愛は伝わってるのにって。ならそれを言ってやればいいさ。客からの気持ちが一番嬉しいのと同じように、ユアからの気持ちが客も一番嬉しいはずさ。キリュウさん、確かにそうですね。ユア、感謝の気持ちをもっと伝えようっと。うん、ああきっとみんな喜ぶさ。しかしユアはモテるみたいだな。言い寄ってくる客の中に気になるやつはいないのか。みんないい人ですけど、恋愛対象に思える人はいないかな。ユアの理想が高すぎなのかな。どんなタイプがいいんだ。強いて言うなら、かっこよくて、優しくて、強くて、お金持ちで、白馬に乗ってる王子様かな。目の前にユアの理想の男がいるぞ。え、キリュウさん、白馬に乗られたりするんですか。あ、いや、それはまだ。そっか、残念です。それ以外の項目は完璧なんですけどね、キリュウさんは。そんなに白馬の項目が大事とはな。でも、キリュウさんが白馬に乗ってくれれば完璧にユアの理想の人ですよ。ほう、白馬か。どこかで探して乗ってみるか。頑張って乗りこなしてくださいね、王子様。しかし客からの人気もかなりのもんだ。やはりユアはキャバ嬢としての才能があるんだろう。自分でも合ってるなぁとは思います。でも才能があるかっていうとどうだろう。どうしてそう思うんだ。だってユアボンミスが多いんですよ。ドジっ子だし、細かい失敗も今もたくさんしてます。特に困ってるのはお客さんの名前をよく間違えちゃうことなんですよね。間違える？うん、キリュウさんも最初はキリナマさんだと思ってたし、ソウテンボリもアオテンボリって読んでたし。ユア、そんなところも含めてお前の魅力だと思うぜ。ドジっ子が好きな男も多いからな。キリュウさん、ありがとうございます。でも人によっては失礼に思う人もいると思うし、ミスは減らしていきたいな。ああ、ユアが気になるなら勉強してみてもいいかもな。手伝うぜ。本当ですか。じゃあその時は家庭教師お願いしますね。ん？あれあれあれ？どうかしたのか。早速ですけど、
この漢字読めないな。仕方ないな、岩は。どれ、俺が教えてやろう。うわ、ありがとうございます。これなんですけど。この文字か。うん、お寿司屋さんって難しい漢字が多くって、ゆわってダメな子だな。この文字は。これはブリだ。へえ、そうなんですか。キリュウさんすごい天才。まあこの程度は朝飯前さ。ゆわ、ブリのお寿司大好きなんだ。頼もうっと。おう、頼め頼め。キリュウさんは何でも知ってるんだな。これからもゆわにいろいろなこと教えてくださいね。ああ、何でも教えてやるぜ。